これは自分自身に向き合い挫折を乗り越えていく物語。今こうして表舞台に立たせてもらっている自分も、裏側では一人の弱い人間で、勉強も仕事も人間関係もうまくできなくて失望を抱え続けていた日々があり、歌で生きていきたいと夢見ても何も起きなかった現実があり、全てが嫌になって孤独な場所へ逃げ出してしまうこともあった。いびつな音楽が絡まり合ってんのに、全てうまくいくとわかる。そんな暗闇から自分を救ったのは音楽とその歌を聴いてくれる人たちで、中途半端で未完成で曖昧な自分も他の誰でもない自分だと認めることができた。自分にはまだ歌うことがあって、届けたい音楽があって、まだまだ挑戦したいことがある。音楽で誰かの現実や世界を変えることは難しいかもしれない、綺麗事かもしれない、だけど歌い続けることに意味があると気づいた。世界は美しいはずなんだ、そう信じたいんだ。